岸優太のインスタスタトーリーリに隠された秘密ファンとの絆を深める月の写真に込められた思いとは、同じ空の下でつながってる。岸優太とファンが共有する月の写真が奇跡の瞬間を生む。岸優太さんがステージに立つ瞬間、その背後には、無数のファンの思いが流れ込んでいます。ライブやフェスティバルに出演する彼に向けられるファンの応援は、ただの言葉以上に強い絆を表しています。 彼のインスタグラムストーリーに投稿された写真やメッセージが、その瞬間、ファンと彼をつなぐ無言のコミュニケーションとして機能しています。岸さんがフェスに出演するたび、ファンは遠くからその成功を祈り、SNS を通じてエールを送り続けています。その思いは、まるで彼と一緒にステージに立っているかのような感覚を共有させるものです。例えば、岸さんが投稿した月の写真。このシンプルなイメージは、 見るものに大きな感動を与えましたファンの多くはその写真に対して感謝の気持ちを示し、岸さんの感性に共鳴しました。彼が捉えた美しい月の光景を、ファンたちもまたおののの場所で見上げ、同じ月を共有していることに感動し、同じ空の下でつながっていると感じます。こうした瞬間は、SNS を介したデジタル時代の新しい形のつながりの象徴ともいえるでしょう。 岸さんがフェスに向かう準備を進める間、ファンはそれをリアルタイムで感じ取り、自分たちの応援が彼に届いていることを信じて、さらに強くエールを送るのです。ステージに立つということは、常に期待と緊張が入り交じる瞬間です。特に大きなフェスティバルやライブとなると、観客の反応や会場の雰囲気によって、アーティストとしてのパフォーマンスにも大きな影響が及びます。岸さんもまた、 そのプレッシャーを感じることがあるかもしれません。しかし、彼はファンの応援に支えられ、ステージ上で輝きを放つことができるのです。ファンたちは、ぶちかましてねという言葉を頻繁に使い、岸士さんが力強くその瞬間をつかみ取ることを期待しています。この、ぶちかましてねというフレーズは、岸士さんの成功を全力で祈り、彼にエネルギーを送るファンの愛情表現とも言えるでしょう。 岸さんのインスタグラムストーリーを見て、ファンはただ感動するだけでなく、自分たちの日常にも特別なつながりを見出します。あるファンは、偶然にも岸さんと同じように月の写真を撮っていたと語り、その写真を通じて彼と自分が同じ瞬間を共有していることに喜びを感じていました。こうした個々のエピソードは、ファン一人一人が岸さんとの特別な絆を持っていると感じさせ、SNS を通じたコミュニケーションが一層深まる瞬間です。 また、ファンたちはただ単に岸さんのパフォーマンスを楽しむだけではありません。彼がその場で感じていること、緊張や興奮、成功の瞬間を、自分たちもリアルタイムで体験しているかのように感じ取ります。それはまるで、岸さんが一人ではなく、ファン全員を引き連れてステージに立っているかのようです。ファンが送る、頑張って、楽しんでね、といったメッセージは、岸さんにとって心強いサポートであり、 その言葉がステージ上でのパフォーマンスに大きな影響を与えるのかもしれません。ステージ上での成功は、もちろんアーティスト自身の努力や才能によるものですが、その背後には常にファンの存在があります。岸さんは、そのことを誰よりも理解している人物です。彼がステージに立つたび、ファンへの感謝の気持ちを忘れることなく、常にその応援を背負いながら全力でパフォーマンスを繰り広げます。そしてファンたちもまた、 岸さんがどれほど自分たちの存在を大切にしているかを感じ取り、彼に対する愛情を一層深めていくのです。例えば、あるファンは、ぶちかましてきてね、という言葉とともに、自分の気持ちを岸さんに届けようとしています。彼がどれだけ緊張しているか、あるいはどれだけ楽しみにしているかを想像しながら、その瞬間をともに感じたいという思いが伝わってきます。SNS を通じたやりとりは、 リアルタイムでの反応を感じ取ることができるため、ファンとアーティストとの距離をより一層縮める役割を果たしています。また、岸さんが投稿する写真や言葉は、ファンにとってただのエンターテインメントの一部ではありません。彼の感性や視点に触れることで、自分自身の日常にも新たな視点が加わることがあります。例えば、彼がセミの抜け殻に感動し、それを SNS に投稿するべきだと語った瞬間、 ファンはその独特な感性に驚き、同時に感銘を受けました。普段見過ごしがちな小さな出来事や自然の美しさを、岸さんは特別なものとして捉え、それを共有することで、ファンもまたその瞬間を楽しむことができるのです。こうした日常の中にある小さな発見が、岸さんとファンを一層近づける要素となっています。ファンたちは、岸さんの感性や言葉に共鳴し、彼が発信するすべての情報を大切に受け止めます。 特にライブやフェスティバルといった特別なイベントの前には、ファンの期待感が高まり、その一挙手一投足に注目が集まります。岸士さんの投稿に対して、ファンたちは瞬時に反応し、ありがとう、楽しんできてね、といったメッセージを送り続けます。そのやりとりの中で感じられるのは、ただのアイドルとファンという関係を超えた、深い絆と信頼感です。そして、ライブ本番が近づくと、 ファンの間には期待と緊張が入り交じった雰囲気が広がります。岸さんがその場でどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、どんな感動的な瞬間が待っているのかと、心が躍るのです。その瞬間を想像しながら、ファンは遠くからでも岸さんの成功を祈り続けます。彼が輝くことで、自分たちもまた喜びを感じ、共にその瞬間を楽しむことができるのです。ファンの応援は、 岸さんにとって常に心強い存在です。彼が SNS を通じてファンに向けて発信する言葉や写真には、感謝の気持ちやファンとのつながりが込められています。それに対してファンたちもまた、自分たちの思いを届けようと全力でメッセージを送り続けます。この双方向のコミュニケーションが、岸さんとファンとの間に特別な絆を築いているのです。最終的に、岸さんがステージに立つ瞬間は、 彼とファンが共に作り上げた結果です彼の成功は、ファンの応援なしでは成り立たないと言っても過言ではありません。ファン一人一人が送るメッセージやエールは、岸さんにとってのエネルギーであり、それがステージ上での輝きにつながっているのです。そして、彼が輝くことでファンもまた、その喜びを共有し、共にその瞬間を楽しむことができるのです。このようにして、 岸さんとファンは互いに支え合いながら、特別な瞬間を共に作り上げ続けています。ステージが終わり、岸さんが舞台裏に戻ると、また新たな感情が溢れ出します。彼にとって、その瞬間は達成感と感謝が入り交じる特別な時間です。そしてすぐに、ファンたちに感謝の気持ちを伝えたいという思いが込み上げてきます。SNS を通じて発信される彼のメッセージは、ファンに向けた直接の、 ありがとうという言葉となり、その言葉はファンの心を深く温めます。ファンにとっても、その感謝の言葉は大きな意味を持ち、岸さんとの特別な絆がさらに強固なものとなるのです。ライブ後の彼の投稿には、よく感謝の言葉が含まれています。本当にありがとうみんなのおかげで最高の時間を過ごせました、といった言葉は、決して形式的なものではなく、心からの思いであり、 それをファンは強く感じ取りますそしてファンもまたその感謝の気持ちに応えるかのように「こちらこそありがとういつも応援しています」といったメッセージを送り返します。この双方向の感謝のやりとりが岸さんとファンの関係をより深く温かいものにしていくのです。